こちらにいらっしゃったのですね。あなたがお目覚めになったとの知らせを受け、一度こうして集合いたしました。そのご様子では水晶光についての説明はもはや不要でしょう。私たちもウリエンジェから聞いたんだ。水晶光の正体、彼の願いを。真相を黙していたことについては一切の弁解をいたしません。いつかあなたが水晶光の計画の全容を知ることがあれば、いかなる罰でも受ける覚悟で彼に協力いたしました。今でもその決意に変わりはございません。ですが、真相を知ったあなたは私を糾弾するよりも嘆くよりも先に行動しようとしている。なればこそ私をどうかお連れください。この身、この知恵をもって必ずやあなたの力になりましょう。ありがとうございます。あなたの優しさと水晶光の願いに報いるため尽力いたします。私は賛成できません。ウリエンジェがついていくことではなくて、あなたが出かけることが心配です。私は本当に応急処置しかできなかった。何のきっかけでまた光が暴走してしまうか分かりません。だからどうか少しでも安静にしていてください。解決方法は私たちがきっと探してきますから。って何よ、私たちには当てすらないじゃない。アリゼ、リーンは分かってる、分かってるわよ。私だってリーンと同じ気持ちに決まってる。だけど敵もしないことを約束するのは優しさなんかじゃない、ただの嘘よ。現に私たちはこの人が目覚めるまで死ぬ気で解決方法を探そうって決めて散々駆けずり回って、でも何もつかめてないじゃない。それなのに行くななんて言えない。だから、だからせめて私は、私たちも君と共に行くよ。希望を見つけ出すのにだってまず歩き出さなければならないのだから。他にしるべもないのだもの。あなたは自分の思うようになさい。私たちはそのそばで目となり力となりましょう。一縷の望みだって見落とさないようにね。お前もそれでいいな。俺たちにも何かできることはねえか。事情はさっぱり分かってないが、大事な戦いの最中なんだろう。水晶光が戻るまで私たちが代わりに闇の戦士様の役に立たなくっちゃね。
彼らに事情を話したのかい？いえ、そういうわけではないのですが。はっきり言われなくたって、みんななんとなく察してたさ。なんてったって、お前たちが向かった先から夜が戻ってったんだからな。俺は最初に水晶校の同郷を名乗られた時からそうじゃないかと思っていた。コウはずっと誰かを待っていたから、それがついに来たのだなと。自分はその水晶校があなたをお迎えに行った時からただごとではないと感じておりました。コウがあんなに嬉しそうに走っていく姿など生まれて初めて見ましたゆえ。私も。自分だって、あなた方と水晶校が本当はどこから来て、どうしてこれほどのことをしてくれたのか、僕たちには分かりませんけれど、みんな心から感謝しているんです。だからあなた方の力になりたいし、コウがもし今辛い思いをしているなら助けて差し上げたい。さすがにこの人数を連れてはいけないと思うけれど、いかがかしら闇の戦士様。